1分で名言。宇宙から見る地球にはどこにも線は引っ張ってない。僕たちの子供孫の時代には国境はなくなっているかな。この言葉は秋山豊弘の宇宙世の名言です。この言葉には広い視野から見た時、国境線や人間が作り上げた枠組みは意味を持たないという意味が込められています。そしてこの言葉は未来に向けた希望となっています。これまでの差別がなくなり、互いに理解し合い共存する世界が実現できる可能性があるということです。しかしそれには国家間の協力や対話は必要不可欠です。この言葉を胸に、私たちは自分たちができることを積極的に行い、未来の世界を作り上げていくことが大切です。過去を変えることはできません。明日は今日の自分よりも成長した自分になろう。自分自身を信じ、目標に向かって一歩一歩進んでいきましょう。